ずわし無限アパレルのだけじゃこの無限アパレルだ知識とこそ掛け合わせて自分の欲しい服は自分で選ぶ自分でかっこいいスタイルを作っていこうっていうチャンネルになっております。概要欄にメンバーシップじゃったり岡山弁古着や LINE スタンプじゃったり Amazon 欲しいものリストもあるからこのチャンネルを応援してやってください。大阪のポップアップが終わってねありがたいことにとても盛況で今までは仕事を辞めてからは仕入れにお金を回さなきゃいけんから私服はなかなか買えんなと思ってたんじゃけど大阪がもうねずっと不安じゃったけどなんか嬉しいことにね成功で終わったからその安堵で古着屋に行って買い物をしました私で。まあそのただ買い物したものも見てほしいんじゃけれどもそれだけじゃちょっと面白くねえなと思って今日は服を着こなすということはどういうことなのかっていうのを今回購入したニットを使いながらご紹介をしていきたいなと思います。どんなアイテムであってもただ着るんか着こなすんかこの違いはすごく大きいんじゃねえかなと思うし別に服なんか興味がねただ着れればそれでええんじゃっていう人はそれでええと思うしただ着るだけでもなんか似合ってしまう天性の才みたいなものを持った人もおるとは思うんじゃけれどもわしらは凡人じゃっていう大前提のもと着こなすことができれば普通の服であっても高い服であってもどんな服であってもそれをうまく自分の中で消化して見せることができるんじゃねえかなと思うからアパレル業界に15年勤めとるこのわしが考える着こなしとはというところについても今日は話していきてえなと思います。行ってみよう。今日は大阪の古着屋さんで服を買いました。その服を使いながら古着屋店員が考える着こなしとはについてお話ししていきたいだと思います。とりあえずねめちゃくちゃ可愛い古着を買ったからちょっと見てちょうだい。これじゃーべべべべべべべーん。なんとも個性的なねいろいろな異素材が編み込まれたニットを買いました。ちょっと年代だとかどういうブランドだとかっていう説明は別に店員さんから受けてるわけじゃねえんじゃけど大阪の心斎橋かなのミートミーアットさんラビール・ルバンさんとね地下1階と3階でこう共同の方が運営しとるような古着屋さんで前ショート動画でもちょっと軽く触れさせてもらったんじゃけど紫藤玲さんの YouTube を見とったらこのお店が特集されとってレディースのお店と言って差し支えねえかなと思うんじゃけれどもめちゃくちゃ可愛い独自のセレクトがありそうじゃなと思って行ってみたらやっぱり可愛いアイテムがねめちゃくちゃ多くて古着ヨーロッパでこう仕入れとる古着が多くありながらもジャックムスだったりとか内田文香さんとかそういったブランドも混ぜながら提案されてるめちゃくちゃ面白い女性の方には特にたまらんお店じゃと思うからまあ大阪近郊にお住まいの方はよかったらぜひ行ってみてください。もう大阪ポップアップで安堵してねあよかったちょっとせっかくじゃけ古着見に行こうと思って古着見に行ったらこんな可愛いアイテムがあったからずっとついつい買ってしまったアイテムこれを使いながら着こなしとは何なんかっていうちょっと話をしていきてえなと思います。着こなしとはズバリわしが一番ニュートンじゃって生きることここに尽きるんじゃねえかなと思います。どんなものを着るにおいても最高級のブランドを着るにおいてもファストファッションの価格帯が安いブランドを着るにおいても自分という位置というものがあって初めてこう洋服で掛け算していくことじゃと思ってるからこの自分というものが1じゃない場合は0だったらもうどんなものを掛けても0は0じゃからやっぱり自分を必ず1以上は持つっていうところがわしは大事なんじゃねえかなと思います。自分がこの服は一番ニュートンという自信をすごく持つことが大事じゃなんじゃねえかなと思います。すごい精神論的な話だけどねまずはただ着る先ほど冒頭でも触れたみたいに洋服に興味がない人はただ着れればええからただ着とる別にもう2本の袖が入って2本の足が入るものをただ着とる人が多いと思うんじゃけれどもわしがパジャマの上からこのニットをそのままただ着た状態のものをこう見てやってください。まああえてやってるところもあるんじゃけれどもまあ普通にねなんかこのダルーンとした、ゆるーとした感じになったんじゃねえじゃろうか。そこにわしは似合っとるわしは似合っとる世界で一番似合っとるわしがこの服をこの世で一番うまく着こなせる人間じゃという自己暗示をかけてもらってその状態のままで着てもらうとねまあちょっと嘘くさく見えるかもしれんけどわしは究極着こなしとはこれなんじゃねえかなと思います。さっき冒頭で言った自分を必ず1以上を持ってで洋服は洋服でそれでセレクトしたものが必ずね1以上のものはあるじゃろうからそこでちゃんとこう掛け算で増やしていくことを成立させるこれが着こなすことのまあ大前提につながるんじゃねえかなとわしは思っております。そんなこと言われても自分に自信なんかそんなすぐすぐ持てるわけではないしそれを持って誰でもおしゃれに着こなしとると思われるんじゃったら誰も苦労せんがなってそう思われると思います。じゃあわしもこの精神論を、まあ、まずベースに置いてそこからできることがあるんじゃねえかなとわしは思っております。まあ、まずはこの自分が着ようと思っている服についてよく知ることこれに尽きるんじゃねえかなと思います。まずは別にその知識だったり歴史的背景とかを知るっていうことではなくて、まあ、この洋
服が一体どういう服なのかをちゃんときちんと洞察することが大事なんじゃねえかなと思います。まず見るポイントとしては、自分の体に対してどういう服なのか。異素材がね、先ほどいろんな感じでこうラメだったり、こうちょっとこのナイロンのテープみたいなものじゃったり、ちょっとキラキラしたものが編み込まれてる、外見的にもデザイン性があるニットじゃけど、171センチで58キロぐらいしかないわしにとっては、まあ体身体においてはかなりオーバーサイズ、ゆったりした感じになりつつ、着丈は気持ち短くなる。あとお袖なんかもちょっとこうアームホールがすごく大きくてドロップショルダーした形になるっていうところも、まあ一つちゃんとこうこの洋服を着る、着こなす上においては知っておく必要があるんじゃねえかなと思います。自分の体サイズ感体型を理解した上で着ようと思っている服は一体どのような着方になるのか。それはわしとかじゃったらもうね、ある程度自分の体とこの服を見ただけでこんな感じのバランスになるんじゃろうなっていうのはなんとなくわかるんじゃけど、やっぱり服を着る経験っていうのが少ない方は、自分の体サイズ感体型をきちんと理解した上で、その服が一体どのようなサイズ感なのかを改めてきちんと見ることもわしも大事だと思います。じゃから体型が大きい人が着るんじゃったら、そんなにドロップ線でオーバーサイズにならんかもしれんしっていう、その人それぞれに合ったどういう服がどういう自分の体に着ることになるのかっていうのをきちんと理解する。そしてその上でプラスでこの服のまあ歴史的背景みたいなところに好きな方っていうのはこだわっていくのもええんじゃねえかなと思います。今回はもうこの服に関してはここについてるこのタグもうね、黒に金字でちょっとヴィンテージっぽいタグが使われとんじゃけど、情報はもうこれしかありません。これについてまあちょっと調べていくこと、特に古着なんか着とったら基本的に一点もので、世界中かき集めれば本当にね何百点とかあるんかもしれんけど、おそらく人と被ることはない。そんなアイテムについて、まあ歴史的背景だったりどんな服なんかを、まあそういう背景的な部分で掘り下げることによって、この服を着こなす、先ほど冒頭で言ったみたいに自信をつけるベースになるんじゃねえかなと思うから、ちょっとね Google を使いながら、実際にどういう風にわしも全然知らん服じゃったから、どんな感じでちょっと知っていくんかっていうところをちょっと見てみてやってください。次にこいつが何なのかを知るっちゅうことじゃな。私も得体も知れん、別に説明もその時してもらったわけじゃねえから、何なのかをちょっと調べていこう。ブランド名が筆記体で読めん。エクスプルーシアンド手仕事、ドイツのブランドってことかな。ドイツ語が使われてるっていうことは、ノイシュタット、ドイツの地名。じゃからタグから推察するには、おそらくドイツの手仕事で作られたハンドメイドニットで、ノイシュタットっていうドイツの村で作られた、特段こうブランドっていうわけではないんかな。結構ヴィンテージっぽいね、この黒に金文字のオリネームが使われてるけど、品質表示はない。なんかそう考えると結構古いやつなんかな。まあ感じ的に70、80とか、もっと古いんかな。まあ、ほんま定かじゃねえけど。っていうのがね、ちょっと調べていくと、このニットがそもそも何なのかっていうのも一応わかると。自分という体型にどういう服を自分が着ようとしているのか、その服の背景的な部分を興味があれば、別にこれはわしはそんなに大事じゃないと思ってます。興味があれば掘り下げてみる。こうすることによって生きて服を着るというところのこうベースが出来上がっていくんじゃねえかな。こういう一点物の古着なんかは本当に他に持ってる人もほぼおらんじゃろうから、そういう中ではもうこの服は一着しかねえんだから、わしにしか着れん、わしが一番着こなせてる、わしが着るためにこの服がもうこの世に生まれ落とされたと言っても過言ではないぐらいの自信を持っていくことが大事なんじゃないかなと思います。先ほども言った通り、アームホールがかなり大きくてドロップショルダーのシルエットになってるから、まあただ着る状態だとこんな感じなんじゃけど、少しこう袖をまくってあげて手首を見せる、そうすることによってこのちょっとダルっとしたところのシルエットにちょっとメリハリを与えるっていうのは、ただ着る上においてもポイントが作ることができるんじゃねえかなと思います。まあまずは、シンプルに、先ほどはねもうパジャマの上に着とったから、さすがにね生きて着るって言っても限界があるじゃろうと思うかもしれんから、白のコーデュロイのパンツにこのニットを、まあ、普通に着た状態で見ていってもらおうかなと思います。そして、まあ、このニットを着る楽しみ方っていうのは本当にね、千差万別何百通りもあるんじゃと思うんじゃけど、最終的にわしがこんな感じで着てえなと思ったコーディネートはこういう仕上がりじゃな。先ほども同じの白のコーデュロイのパンツの上に、ソーボというブランドのね、めちゃくちゃ丈の長いロングシャツを着て、その上に今回、ミートミーアットさんで買ったニットを重ねる着方じゃな。黄色系で色なんかも拾いながら、わしも今着とるようなこのね、レンズもゴールドのフレームで色がちょっとこう若干拾う。まあそこまで考えてねえんじゃけど、そういった共通項もありながら、まあ足元はこう黒でちょっと締めるっていうようなスタイリングじゃな。レイヤードイコール着こなしではわしはないと思うんじゃが、レイヤードすることによってこう黄色の色を拾いつつ、こう白とニットの境目が結構バキッとできとったから、そこをこうまあ移行させるみたいなイメージで、
で、ロングのシャツとこういう丈の短いニットを合わせるとこなれ感っていうのも生まれるから、まあ、着こなしているように見える。この服は世界で一番わしが似合うとんじゃという生きったベースを作りつつ、サイズ感、自分の体型においてこのニットはどういうサイズなんかを理解する、プラスアルファで歴史的背景も理解する上では、もうその時点でもう着こなすという土壌はすごくできとる。普通にも黒のパンツの上にこのニット合わせても普通に可愛いでしょう。じゃけど今回は白のパンツを用意しとったから、その白のパンツと海やその白のパンツとうまく組み合わせるために、レオロングのシャツをレイヤードしてみるという面白い着こなしになったらええなと思って、今回はこの3アイテムを使ってまあ着こなしを考えてみました。髪もね、今ロン毛なんじゃけれども、ちょっとこうボサーっとなった感じでもええけど、ちょっと髪をくくってまとめて、その辺のこう細かなところ、髪もくくるんか、サングラスもかけるんか、シューズはどうするんか、そういったところをこうどん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 掛け合わせていく。でもその掛け合わせるためには、この服はわしが一番似合うとんじゃっていう、やっぱり自分を必ず1、別にもう0じゃなければいいよ、もう0以上、まあでも最低でも1にする、やっぱ土壌を作った上で自分が買った服、自分がもう身銭を切ってまで買った服という掛け算をどんどんしていく、これがわしは着こなしに当たるんじゃねえかなと思っております。すごく精神的なところかもしれんけれども、自分を少なくとも0以上、できれば1以上にするために、生きったスタイル、生きった精神性を獲得するっていうのがまず大前提に一つ必要じゃということ。服ファッションっていうのは本当に好みが千差万別あって、わしもこうやってファッションの発信をしようったら、もう別に服に詳しくなくても、なんなら服に興味なんかなくたってわしのことを出せということができる。でもファッションの面白さの一つは、そういう誰でも評論家になれる、誰でもダサいかっこいいが簡単に論ぜてしまうっていうところが、わしは発信者として少しこう心苦しいところもあるけれども、やっぱりファッションの面白さの一つじゃと思います。それはすなわちどういうことかというと、どれだけ服にこだわろうとも、好きであろうとも、100人なら100人みんなに自分の好きな格好を理解してもらうことはもう不可能ですっていうことだよな。だからやっぱそんな中で、自分でこの時代にもう安い服を手に取ることもできれば、高い服も手に取ることができる、もちろんこういろいろな給与水準、エンゲル係数、どこにこうね可処分所得が使えるかっていうところもいろいろあるかもしれんけど、まあ少なくとも日本におる人は自分で自分が着る服を自由に選べる環境下にある。その中で、まあ周りを気にする人、気にせん人いろいろおるんかもしれんけど、わしのチャンネルを見てくれとる人は、わしのスタイルなんかに少し、憧れだったりを抱いてくれとって、こんな風になりたいなと思ってくれとる人がおるんじゃねえかなとわしは思ってます。そういう気持ちが少しでもこう感じていただけとるのであれば、もうどんな服を着ようとも100人なら100人みんなに好かれるのは無理なんじゃから、この服はわしが自分が一番似合うとるという、自信、生きった精神を獲得して、そこに合わせるアイテムだったり、その服をよく知ることという掛け算をどんどんしていくことが、わしは着こなすというね、かなりGoogle で調べてみたいよ。Google で調べたけど、なんか上級者の人がなんかそれをうまく着ることみたいな、かなり漠然としたなんか意味みたいなのが出てきたんじゃけれども、わしが考える着こなすということというのはこういうことなんじゃねえかなと思います。自信を持った1以上の自分という個体に魅力的な服をどん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 掛け算で掛け合わせていく。足し算じゃない掛け算。しかも、自分というこの1っていうのはもうわしはベースで100点じゃと思うから、どんな相手も合わせてもマイナスになることはない。この精神性を持つことによって、どんな服であっても、どういう着方をすることにおいても着こなすことができるんじゃねえかなと思うし、まあやっぱり最初に見せたみたいにパジャマの上のダルギで、着るっていうところは、なかなかこうそれをうまく見せることっていうのは難しいと思うけれども、究極それであってもわしはうまく見せる、うまく着る、着こなすことができるんじゃねえかなと思っております。こいつの着こなすという考え方面白いなと思ってくれた方は高評価、まだチャンネル登録してねえ人はチャンネル登録、うわ着こなす感覚ってそんなもんかとか、あ着こなし方参考になりましたと思う方はどんどんコメントなんかもいただけたらなと思います。わしはこんな感じで古着とかをベースにしながら、古着だけにこだわらず、いろんなものを合わせながら、服を着る幅、いろんな服を好きになる幅を皆さんにも持ってもらえたらええなと思って発信しております。こんな感じでやっていくけ、引き続きよろしく。じゃあほんなんな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは、知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけな。ほんなんな。